山植物園です。なんと師匠森先生も来てくださいました。なかなか大手には出てこない人なんで。ありがとうございます。いつもほど山野草のもう本当巨匠です。大家です。山野草だけでございます。あ、そうなんです。すいません。失礼しました。まずもう、はい、もうダメだし。はい、本当ですよね。今日はダイヤモンドリリーと原種シクラメンの、横山直樹さんの講演会が10時半からと1時から六甲高山植物園で、ありますので、ぜひ東京からわざわざ来ていただいてますの で森先生のガイドも11時と2時とあります。ビタダカぶり俺一緒に行きたいぐらいなんだけど本当両方ありますけど、ぜひあの六甲高山植物園で、天気悪いと、天気悪いと出てくる人少ないんだけど、こういう時の植物っていいですよね、うん、あの雨降った方がすごい綺麗、水もう上みずみずしくて、はい、森先生にキレンゲショーマー羽がもうそろそろもうちょっとか、あこれはあかんわ、これがそうですかね、うん、それは羽だけどね、まだやな、11月かな、まあ、キレンゲショーマー7月下旬から8月、今年は長く結構9月のね頭ぐらいまで綺麗に開花期遅れてる、うん、あ咲いてましたね、まあ、昔8月上旬頃咲いてたの、自生地で、今もう後ろに、なかなかこういう、すごいよね、ここね、群落で咲くところがあの栽培カーでもないですので、多分、はい、あの植物園の中でこれぐらいの量持ってるのはここぐらいです。あ、まあ、環境があってんだ、ね、ここだけじゃなくて向こうにもあるし、ね、うん、何箇所かにもあってるし、うん、そう合わすと多分まあこんな狭い植物園でここまでよく言う必要があるかどうか、日本が誇る、まあまあ、一族一種の、まあ、爛漫で有名になりますけど、一族一種やけども、はい、なんか最近まだ韓国のやつ負けてそうです。知らんけども、まあ、なんかでしょうか、こんな見た目一緒やからやめときゃやねんけど、昔あの韓国のやつはコレアナっていう種類の、中井竹の芯がコレアナっていうやつになってた。だからまあ分布は中国まで及んでて、浙江省とかその辺にも入ってる。結構研究者も注目してる、中国、韓国の研究者もしてます。でもさ、こうやってやっぱ日の方に咲くからさ、はい、本当は下に歩くとこがあったからいいだけどね、いつも上から見るか横から見るかだけなんだよね。植物園っていうのは、はい、見に来る人、お客さんのためのものやから、うん、まあ一般の私自の植物園はできるだけ綺麗に花を見せるかっていうところにかかってる、うん、そうですね、ということは下に水つけるのが一番に、本当はね、本当はね、これみんな向こう向いてこさがる、そう、みんな向こう向いてみんな背中しか見えない、まあ十分、ちょっと近くで見えるところも何箇所かあります、そうね、あ、ウバユリもデータでになって、いやいやいや、ウバユリこっち行こう、こっちに注目しようよ、トリカブト注目しようよ、これ見て喜ぶ人少ないから、まあ、僕らは喜ぶけど、ドライフラワー、いやー、要因だよね、すごい、よくこんな暑いのに咲いてくれてるよ、あ、今年は異常にね、ロコさんがやっぱり30度超えましたんで、なかなか厳しく、キレイゲソマもだいぶ見せられてますけど、そうだ、開演前ですが、ちょっとだけいいですかね、はい、まだ巻きの手になってるんだ、いや、もう終わってるよ、あ、終わってる今日 は、ね、販売促進、青い天使が、はい、販売促進、はい、今日もイベント特別グッズ、サコシオリジナルの、あと本もあります、本もずっと売ってくれてるの、あ、これちょっとだけ、まあ、ぜひ今日はサイン入りがもらえるかなと思いますので、はい、ぜひこちらの方もお願いします横山園芸、あとこちらはなんか後ろ育て方の小冊子付きの、はい、こちらですね、でこちらでは、オリジナルグッズなども販売しておりますが、
では外をまた見て、シクラメンのところに行きたいと思います。姫アッサイの、ね、ドライフラワーでリス作りなんかもしております。これも高山植物で採れた姫アジサイですね。クマもいてます。クマクマでのクマ、いやいや、めぐるびっくりした、びっくりした、はい、こんなところで出ちゃったらたまったもんじゃない。これがちょっとじゃ今日販売の広げた方が取りやすいので、あ、まあ、あと ビニール取んなきゃね。はい、販売もしております。はい、パラッパラパラッパラされちゃってるんですね。台風の後、いきなり温度が少しガクッて2、3日下がっただけで済みされちゃうとか。温度は東京30度とかで、そう、関西も今からだいぶ暑いんで、まあ、なかなか気温がね、安定しちゃって、毎年こうなるんだもんな、難しい感じが。この先よくはならないよ。よくはならない。もう何を持っていいのかっていうのはあるけど。紅葉もこれから小アジサイとかもしてくるんですけど、まあ、ちょっと夏がね、暑すぎるので。雨は降ったのこっち？雨は8月はあんま降らない。ほとんど降らないですね。7月から8月にかけて我が家は50ミリ降ってないんです。全然台風の時にやって1ヶ月間全く、一度も降らない。なかなか厳しい感じになってますが、まあ、次ですが筑波山牧地とか書いてます筑波山牧地次ですね。はい、すいません、これ満開ですよね。満開です。もう終わってんじゃねえかって言いたくなるような。いいね、お山牧地。あ、綺麗だね。ありがとうございます。あ、綺麗だね。中心部の青い部分も。イタドリの花はちぎっといた方がいいけど。本当だ。あ、そうで、えらいことになる。でもちょっとピーク過ぎなんですが、キイドロフォトトギスが少しだけ残ってます。キイドロフォトトギス、はい、もうだいぶ食べてね。これはなかなか見えないし。そうですね、ね、こういう環境で生えてるっていうのを中見てあげて。いや、中がね、花がね、中がそう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 、ホトトギス特有の斑点がね、斑点が入ってるので、クリスマスロードのスポットみたいな。確かにね、虫の目からは下向けに植えても意味ないんで、もっと上の方に回したら下から見る。そうね、まあまあまあ、でもこの見えるか見えないかぐらいが素敵よ。ここは下すぎ。ああ、確かに。ミストもね、作ったんですけど、花になるとみんな上向くから、ね、不思議だよね。ミストも作ったんですけど、こういうのは本当鉢栽培で一番難しいあれの一つですよね。うん、昔、新農家の人がめちゃくちゃ上手ですけど、どこの企業か。あ、で、あの、出荷してて、やっつけるのがちょっと。すみません、これちょっと一つ突き抜きが混ざってます。キバナの突き抜きホトトギスですね。キジョロウではなく、キバナの突き抜き。一緒に植えるんじゃないか。いいね。こっちサラセにあるんですけど、シクラメンの方を通っていきたいと思います。まあ、あとはジンジソウとかダイモンジソウですね。今はもう秋の山野草で、はい、サラセニアではなくラメンクリームを掘りに行こうと思ってます。これぐらいだったらいいけど、土砂降りだったら辛い。それぐらいだったらまだ。水族の宇城市っていうところ行った時、すげえ雨が降ってるんだけど。365日中300日ぐらい雨が降ってるっていうところがあるんです。屋久島もそうなんですか。林文庫が366日雨が降ってる。366日雨が降ってる。屋久島ね、だって下から雨が降ってくるっていう。そうそう、下から雨が降ってくるんだ。六甲山も前はね、夏に夕立があった。夕立があって、すごいこのロックガーデンとかも助かってたんですけど、最近夕立がすごい。もう島桜が。あ、ちょっと
何か随分ガリガリになっちゃった。いやまだ生きてはいるんですよね。東京工場のあれみたいな。ここからこの目にかけてがあのスクリームリーフ。リンクゲもちょっと開いてる。あ、リンクゲスゲー、ね、あの帰り咲きですね。あ、この辺から上がもっと、はい、咲いてきますんで。そこをどうせ何も植えへんやったら、うん、全部もうシクラメンに変えたね。あ、このサメもいいと思うな。ちょうどよ、それで笹を1本かそこらその辺にクソでかい木ぶっ倒して、うん、あ上緑樹を倒してあれがあるから東売口から見えへんの中が。あ、うんうんうん、あ確かにこの上緑樹がね背が高くなって、私が勤めてた頃はこんな大きなかったから上の入り口から池が見えてた。あ40年前とかですよね。50年前ですね、約50年もっと前。はい、でもお客さんもやっぱりこの園地で咲いてるヘデリフォリウムとても喜ばれます、ね、でこんなところで行けるんですね。奥の方までさ、ああやって脱走兵がいるんだからさ。ああそうです、ね、まあ庭で植えてても脱走兵の方が元気ですよね。なんかあ植えてないところにあなんかこんなところに咲いてるっていうので、アリンコが運んでった。あそれの方がかえって元気で、すごい我が家でも家の庭に今楽しんでます。土手とか側溝の脇とか、ここ植えてないのにっていうところが、だからここもちょっとロックガーデンに脱走したりもしてます。ここがもっとたくさんあるんですけど、まあ、ちょっと笹が多いんです。あ前のあの夢のような景色をもう一度っていう。ちょっと笹が増えましたが、笹は見てよ、笹と宿らないの合わないだろ。合わないです。舞鶴草が今ね赤い実になってて、舞鶴草の赤い実とシクラメンのコラボレーションいう感じ。わーって咲いてほしいわーかな。もっと密にねやっぱり咲いたらいいですね。巻き仕上げて、はい、草刈りするのもよかったら植えた方がいい。あー笹を抜いて全部、ね、切ってるからちょっとなんか他のものに変えるときは竜とまた別の場所を移したらいいし、そうね。この時期あんまり花ないし、その、ね、あのこの時期花が少ない時期こう野菊の仲間とかエスクラメとかでちょっと咲いてる。吉吉多すぎる。吉吉あのはい、隙間埋める男なんで。あ、早春と隙間と隙間と早春といろんな季節とこういう園内のね、やっぱり喜べる、手かかんないで意外と、ね、意外といいですもんね。うん、なんか種の形とかもやっぱりここで見てすごく、うん、くるくるってくるくる巻いてる螺旋のような、そうです、サイクル、それをサイクルすごく言ってサイクルの語源ウルタマン。じゃあ牧野富太郎はかがり火花かがり火花と言いましたけど、豚まんじゅうも豚まんじゅうはもともとですよね。豚まんは英明からの直訳やろ。あで、それがかわいそうだから、牧野富太郎。そうそう、基本はそう、イギリス人がそうだよな、ソードブレッドって言うんだよ。まあ、入ってきたのはかなり古い、うん、あ日本になんですよね、うん、ヘデリフォリウム。最初、やっぱりヘデリフォリウムとかコームが入ってきたんですか。うん、あのヘデリフォリウムとコームが主体で、はい、レパンダムかシリシウム、その辺が割と古い。まあ結局量が多かったってやつですよね、自生地の、うん、まあ、それと耐寒性あるしな、そのあのレパン、あのこのヘデリフォリウム、そうですね、庭で普通に育てるには昔はネアポリタンも、ネアポリタン、ああネアポリタン、昔の、はいはい、学生の頃、あ、はい、うちの親父もそう呼んでます、うん、ネアポリ、ネアポリ、ネアポリ、そうですね。大阪駅で売ってたの。あ、へえ、森さんが学生の時ですね。そうそうそう、学生の頃、はい、約50年、大阪園芸花金という有名な会社が大阪駅の専門代理店の中に入ってた。結局、ね、家庭で楽しめる、うん、耐寒性とかね、耐暑性のあるものが、そこにいてたのが、うん、神戸山荘会の顧問してた池田健一、松友とか、
でそこで売ってたんですね。でそこにガーデンライフの2代目の編集長だったかな、うん、島村千光さん、うん、彼も、うん、いやでもそんな50、60年前ぐらいからずっと日本でも販売、うん、もっと前から販売されて、販売してたのは昭和の中頃過ぎぐらいか、中頃っていうか昭和 4,5 年ぐらいにはもう神戸の山荘会とか、うん、大阪山荘会趣味家の方が育てておられたわけですね。うーん、今や、まあ、原種シクラメンとあとダイヤモンドリリーも今日は説明いただきますけど、まあ、六甲高山植物園ではダイヤモンドリリーはなかなか厳しいですが、結構今九州とかでは割と見られておられる方がいらっしゃいますね。ああ、こっちも脱走兵がいたんで、脱走兵って言わない、すいません、脱走兵じゃなくて、なんかいいことも考えよう。今日はアルパインハウスの中でね、脱走兵は自分の意思で脱走するの自分の意思で、ドームはアンディクの意思で、本当ですよね。いろいろそう思うとアリンコが運んだりとか、まあ、雨で流れるとかね、いろいろあると思うんですけど、アリンコが運ぶ場所は意外と水はけのいいところなんですよね。そうですね、だからドッグガーデンに、まあ、あの辺もちょっとアリ水嫌うブナのところの下も落ちてアリンコクリスマスももよく葉っぱの出てるやっぱ嫌いみたいな自生地風に、いやいいよ、はい、ね、増やしてきたよ、種取って、ずっと増やしてたらいいと思います。妹もあと妹も球根だけになってます。球根だけって球根見えねえ、さっきは生えておりますか、春になったらまた出てきます。大したもんだよな、確かに毎年ね、咲くいうのが、特に球根植物は、それがすごいドラマチックだなって思います。全然なんか地上部なくなって、なんか、もうあれだけど、球根植物のドラマチックで。大半、元のから大変よ。あ、まあ、そうですよね。球根が。賞味だって、3ヶ月ぐらいしか出てないですよね。あ、そうですね。それ以外はあとずっと砂利とポットと、うん、土とポットとラベル眺めて喜んでるって言ってた。あ、まあ確かにずっと管理をしないといけない。紅葉は白野菜です。あ、御用土です。御用ね、葉っぱが5枚だからね。白野菜は関東系の名前やろ。ほぼ白野菜、赤野菜っていうのは、うん、御用ツツジ、葉っぱが5枚、わかるかな、はい、ね、御用手、御用手じゃん、キレがないな。こっちは左も右も、いいね、そしてあのとても耐寒性のあるダイヤモンドリリー。いやいやいや、まあ、水って決まってないんだもんね。いやいや、そんなことはないですよ。やってますやってるけど、やってもらえないからめちゃくちゃ耐寒性のいい、最低よ、この子で咲くようなちょっとだ、これはマイナス、まあ、ここはマイナス10度までならないんですけど、うん、外はマイナス10度になるので、まあ、耐寒性、前はけ元もそうですけど、うん、時々は耐寒性のあるものが出ています。永遠に放置され続けて、これもうそろそろ破るぞ、これ。ああ、そうですね。大したもんだな。これは一級ですよね、これ。それは一級だね。おお、これすごくお客さんもびっくりされます。これが一級というのが。まあ、こんなんもですけどね、これなんかもそうですね、すごい大きな一級です。あ、シリシアムとかもいいな。シリシアムはここでは屋外ではちょっと難しいんです。
で、アルパインハウスの中だったらシリシアも元気で、屋外で、はい、ああ、そうなんですね。ヘデリフォリウムとコウムは六甲山でも屋外で全然大丈夫なんですけど、あ、これなんかもね、球根がお花がかわいそうな感じ。これ長いやつだったら絶対向かないですよね。あ、なるほど。雨当てなくても、まあでもとりあえずうちでも生きてるからそこにいるんだけど、まあちょっとちょっとしたコツだ。完全に水切る、まあ水切、今のこの暑さだったら切った方がいいみたい。夏はですね、うん、この大きさがなかなかやっぱお客さんも喜ばれますね。こんなになるんだみたいな。これで何年ものですか？大体15年から20年だね。それでイギリスは何年ぐらい？イギリスですごい大きな球根を掲げるのは、僕が見たのは一番55年ってやつ。あ、55年か。僕と同い年なんだって、はい、ジョンが、師匠が。あ、55年なるほど、すごいな、ね、今日は一番輝かないね。あ、いや、本当にそのためにこれがいい。ライトがいい。ちょっとキラキラで見せなきゃ。ここ夜間開園も今土日祝日してますので、いい、ね、夜間開園の時にこうやって、まあ、ライトもつけてますし、見ていただいてます。ダイヤモンドリリーもなかなかこの時期華やかな花がね少ないですので、すごく本当はもう1ヶ月後なんだけどね。ああそうですね、うん、あんだけこんだけヒガンバナが咲くの遅かったから。そう、ヒガンバナ遅い、2週間ほどした。うーん、週間どころじゃないぐらい遅かったんですよね。うちのところで大体ヒガンバナが大体2週間遅くらい、10月に咲いてますよね。10月まで咲いてた。やっぱり今年はダイヤモンドリーもだいぶ遅かった。遅い、でも一気に上がってくるんだよね。あ、遅い分あっという間に出てきて、いきなりそうなんだよね。そして結構牡蠣が短くならないですか？そうな、いや牡蠣は長いだってこれ涼しい。ヒガンバナも結構、ああそっか、そうヒガンバナも今年は長く楽しめたと思う。遅く上がって長く、だって9月に先暑いんだもん、まだ。ああ、うん、その中でさ一気に咲いちゃうから、もうだって10月は今日19日ですもんね。ですよ。早いですので、なんか暑かったんでずっとなんか10月の中旬よ気がしないんですが、まあ、最近これはよく九州の花壇で見ます。普通に家庭の、いや、うん、綺麗に咲いてるなと思ったらダイヤモンドリリーいうことがよくあって、まあ、九州も時々ね寒波が来るので、そしたら多分ちょっと、九州は結構古くから行っとるからね。ああそうなんですね、だから結構花付きなかった広瀬王のやつが系統が行っとるんですよ、九州。あ、ダイヤモンドリリー、うん、それで今でもやっぱ家庭とかで多分されてる方も、まあ、どんだけ拡散したかは知らんけども、あ割と見ますしね、結構お庭で。確かおったよな、九州で一人やってた人が。ダイヤモンドリリー。いました。マヒガンバナと一緒に、ね、その人が持って行ったんですよ。あ、そうなんですね。じゃあそれぐらいからやっぱりリコリスと一緒に。あ、リコリスの色違いぐらいなのしか思ってなかったのに。あー、デリネではなくリコリスと思われてた。ちゃんと広瀬型として残してる。やっぱり秋にね、こういう華やかな花が咲くと目を引くので、なんだろうと思ったら、あれダイヤモンドリリーだみたいなことがよくあります。まあね、はい、でもケバいね。こういう山野草の、まあ確かに林道とか野菊とか、まあこういう子も必要ですよね。こういう子も必要ですよね。もともとは豪邸の芝生の中に植えたら一番よく見られちゃう。ああ、ヒガンバナにしても、なるほどね、甘っかなヒガンバナも、確かに豪邸の広いところにゴルフ場の芝生の中に植えたら、あ確かにああいうガチガチなところの方がいいんだよね。一面に、お客さん取ってきてゴルフ人口よりはるかに多いから、あそれをなかなかコキアみたいな感じでめちゃくちゃ映えるスポットになりそうですね。一面に、秋先の休校の時なんてほとんどそういう利用の仕方した方が一番、一面にこうコルチカムとか、秋先のクロッカーしてコルチカムとかですね。
やっぱりね、シクラメンもやっぱりバーッともっと一面にあるとなんかすごい。あったやん、昔。ああ、ちょっとね。やっぱり木が成長したりとかそういうので変わってくるんですよね。笹もちょっと。木が成長が成長が悪くなって、衰弱する。そう、だから、だからこの暗くなって少しずつ動いていくんだよね、うん、あ、そう、面白いね、明るいところで、明るいところで、だからそこがちょっと暗すぎて、はい、植えてた時は開墾して笹の根を取って上の枝取っ払いましょう。あ、木をだいぶ整理しないとあそこはちょっと暗すぎたかもしれないね。こんな感じかな、うん、はい、じゃあ今日はぜひ10時半からと1時からですね、うん、森先生のガイドは11時と2時です、うん、森先生の会では微量ですのでぜひお越しください。はい、雨ですけれども、はい、こういう時だからこそで植物よく見えたりするんですよ ね、 あのものによってっていうところではあるんですけど、あの少しずつ紅葉も始まってるし、あのすごい秋をいち早く感じられるというではいいタイミングかなと思います。増えたぞ今年の、はい、ありがとうございます、もう